今回は埼玉武蔵ヒートベアーズの守備をご覧ください。この高田川と上がったフライ、追っているのはまさかの翔平。はい、どうも翔平 TV 良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は埼玉武蔵ヒートベアーズ潜入第4弾、試合前の守備練習編となります。清田選手がノッカーをしています。ベテラン選手がね、ノッカーをする役目なんでしょうかね。若手選手に向かってノックをしていますね。はい、ノックもね、バッティング練習の一環になりますからね。それも含まれてるのかな。ここで清田選手は後ろから回って取りに行くように指示をしております。打球が上がったら一旦目を切ってと、目を切って捕球体勢に入るという指示を行っております。これもね、外野の基本中の基本ですからね。やっぱね、高いフライで、しかもね、この日ちょっと外曇ってたんですよね。上がちょっと高い打球判断確かに難しいですよね。はい、そしてこれ一旦目を切って後ろからナイスキャッチ。やっぱね、基礎練習、試合前だからこそ基礎練習をしているっていうような感じがありますね。はい、これも目を切ってね、落下点まで一直線に走っております。やっぱ外野手も一旦打つときにポンと跳ねる選手多いですね。ここで清田選手が外野にね、あの打球が上がった時の1歩目の形を指導しています。こういうのもね、グラウンドに入って、まあ僕らも、まあ僕外野やることあんまないですけども、もうこういうのをね、チームのメンバーに指示すればいいんだっていうようなのが分かるので、すごいいい機会に恵まれましたね。この時やっぱり皆さん半身で取ってますね。その後の送球を頭に入れてというような形の捕球体制ですね。やっぱ基本なんですよね。これが上手い人ほど、上手い選手ほど基本がしっかりとしている。はい、これもね、高い打球をガチッとキャッチしております。目を切って、目を切って、ナイスキャッチ。いいプレーね、京都さん、まず褒めますよね。そしてその後に技術的な指導をね、しています。これも高いぞ、後ろからナイスキャッチ。こちらはキャッチャー陣のアップです。日高選手、そしてお相手は田村選手となります。ベアーズ今キャッチャー3人体制かな。日高選手、田村選手、そして町田選手のキャッチャー3人体制で田山ベアーズは戦っております。キャッチャーのアップはね、僕はすごい参考にさせてもらいたいなと思っています。やっぱりね、矢のような送球なんですよ、このキャッチボールで。すごい低いですよね、ボールが。キャッチャーって取ってからすぐ頭の後ろにボールを持っていくっていうイメージがあるんですけども、しっかりとね、腰の下を一旦通して投げてますよね。はい、そして再び清田選手の外野ノックを移していきます。清田選手テンポ速いですね。めちゃくちゃすぐ打ってくる。はい、これ逆進路でナイスキャッチ。そして清田さんからバックホームの指示がありました。これでね、ストライク上がりだったかな。なのでゴロの打球、そしてこの打って受けて大忙しの清田さんということで、翔平参戦でーす。ミット持ってきてよかったです。本当に焼き寿命につきます。羨ましいなぁ。いいなぁ、キャッチャーやりたかったっすね、僕も。はい、ガチンとキャッチしますね。翔平、ミスは許されないですよ。そしてこの送球、レーザービームのバックホーム。そしてこれは、おお、強肩すぎてね、翔平さんジャンプしても届いてませんね。めちゃくちゃボールが伸びてくる。すごい、やっぱね、ジャンプも遅くなりますよね、伸びてくるんで。はい、そして、うわー、一瞬でボールがミットに届きますね。もうね、大満足ですよ、翔平さん。持ってるだけあったやっぱ。ありがとうございます。びっくりしたっす。急にやっぱキャッチャー大事なんだよね。キャッチャー大事。大事なんだ。キャッチャーいいと思っていない。持ってよかったよ。持っててよかった。素手ならダメだったから。
持っといた方がいいっす、ね、持ってた。はい、そしてピッチャー陣のアップ再び入っていきます。こちらマックス150キロ右腕の芦田投手、めちゃくちゃ上から投げ下ろしますよ。身長もね180センチ超えてて高身長で、この投げ下ろしです。どことなく大谷投手にちょっとフォーム似てますよね。さすが速球派投手といったところでしょうか。この上からうわーめちゃくちゃ伸びてくる、すごいですね、ピストルのようにきますね。そしてまあ俺のここは見てというところが伸びという左腕の太田投手、あすごいのですね。テイクバックが大きくないんですけれども姿勢がピンとしててめちゃくちゃ綺麗な投球なんです。そしてこの日先発の吉野投手の遠投です。お相手はベテランの投手コーチ兼任の辻選手です。すごいため作りますね、やっぱりためって大切なんですよね。いやー綺麗なフォーム。そしてここで翔平に再びお声がかかります。今季から加入しました期待の若手上田選手とのキャッチボールです。ありがとうございます。キャッチボールこれにて終了、夢のようなお時間ありがとうございました。また貴重なことをさせていただきました。びっくりしました。またもう2汗3汗ぐらい入ってから、なかなかないですか。なかなかないです。いくよー、こんな寒いのよ。キャッチャーチャレンジ、キャッチャーチャレンジ。オッケー、パワーです。あーさすがー、大野手。片山選手のノック見ててもらうと分かるんですけど、軽くって柔らかいね外野フライを打ってますよね。ノックめちゃくちゃうめえ。これちょっとライナー性の打球を、おーナイスキャッチ。打球判断がすごすぎる。これもナイスキャッチ、今年ナイスキャッチです。長尾さんもねめちゃくちゃ声出しますよね。本当にベテラン選手とは思えないぐらい、まあ、ベテラン選手だからこそね声を出すんでしょうね。ここで高いフライを上げると宣言。これは出番だ、翔平走れ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 、おほーナイスキャッチ。いや今週のねキャッチャーフライ難しいですけどね、いやこれはナイスキャッチですね。いやいい場面見せれましたね。強角がとか言ってますが、はいナイスキャッチ。本日ですねキャッチボールノックのあのキャッチャー、そしてキャッチャーフライいろいろやらせてもらいました。で今大注目のキャッチャーがいるんですよ、町田選手。町田選手にこれを見せたらめちゃめちゃいいっすね。今使ってるミットは先輩からもらったやつらしくて、これをどうにかこう一軍で使ってもらえないかって、こちら
町田選手に託すことだったので、こちらを使ってもらうようになりましたので、こちらのミットは今後ベアーズの試合でもしかしたら使われるかもしれない、そういうミットになってますので、大注目ということで、はい、アクティブムさん、これいい形でね、あの使ってもらうようになったんで、今後ともよろしくお願いします。アクティブム最高です。ありがとうございました。はい、ということで4本にわたって取材させていただきました。埼玉ブッシヒートベアーズの皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあっしゃー、じゃさあ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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。